い、こんにちは。どうも。え、なんて？ちょっと待ってねはい、というわけで、待ってな、おい。ケーキできたから。な、ふと客の家に今向かってます。レンタカーなんですよ、これ。訳あって。ちょっとそれ言うけど、また。だから ETC カード入ってないから。はい、現金払います。うわ、俺ちょっと久しぶり。何が？はい、こんにちは。はい。はい。今のライダーね。はい。はい。じゃあ1950円じゃないですかね。はい。はい。2000円は預かりで。はい。やっとこっち来る。はい、こんにちは。ストーク出るまでね、お待ちください。ストーク出る。はい。はい。楽しんでいきます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。よく拝見します。あ、ありがとうございます。すいません。行ってきます。はい、ありがとうございます。さあ、はい、ほんまはね、はい、俺のレクサス、うんうん、自社で行く予定やったよ。はい。でもさ、鍵あかんくて、はい、朝俺の車で吉本の本社まで行って、うん、そっから車でバンバン移動しようとしたけど。鍵があかんかったよな。エンジンつかんかったんか、結局。そうですね。そうそう、まあ朝俺一人で試して無理やって、3人でな、もう一回試して、鍵は開いたけどエンジンがつかんくて壊れたんですよ、車が。もっと詳しく言うと、キーの電池がね、なくなってピーで開けへんくなって、物理キーみたいなんで開けたけどエンジンつかんがってんな、どうしても。そうですね、かざすとか5秒長押しとかやっても無理やったから、結局レンタカーで行ってんねんけど、余ってるレンタカーが、何このサイズ運転したことないサイズやねんな。ちょっと大きいっすね、これ。バネットとか言ってたっけな、なんかもう、ハイエースほどじゃないけど、はい、俺こんなん運転したことないし、あと実は結構久しぶりで運転、今日危ないです。すいません。危ない。怖い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 な。怖いっすね。いや、初めての車でかいん怖いな。惜しかったん、その多分電池が合流か。そんなことより。合流っすよ。危ない。大丈夫、落ち着いて。このままでええんか。そうですね。危ないよ。おいおい、来んのかよお前。こういうタイプです。来るやろ、そら。煽り、煽り運転するタイプが、これすぐ切れちゃうからね。どこ？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。怖いわ。ほんで、うん、キーの電池切れが治ったら、おそらくとか絶対エンジンかかったのに。切れてて、うん、うちの塩見マネージャーが、僕のエアタグの電池使ってみますかみたいなとこまでは良かったんけどな。そうですね。ファインプレー。なんか一緒らしいな、塩見くん。そうです、一緒みたいで。惜しかったです。あかんかったの、キーの。はい。なんか外国人の YouTube 見たけど無理やったな。だからまあ今から1時間ぐらいかけて、はい、千葉県。お、客の家行きましょう。あ、いいですね。ちなみに一応今から行きますみたいな連絡をね、正美マネージャーが電話したらしいんけど、はい、電話出ないらしくて。電話出ない。はい、すいません。どうでしょうか。え、このまま会えず帰る可能性もあるってことですか。じゃあ、あるね。危ないな。ディズニーランドだけ見に行ってみんなで千葉よ。あ、そうですね。並んで帰るっていうのもあるね。あ、いいですね。よう言っててん、スパチャでも。千葉に住んでるから、幕張イオンモール劇場に来てくださいみたいな。ああ、なるほど。そうそうそう。でもちょうど、うん、もう初心者マークつけんでいいのよ俺。あ、1年経ちました。経ちました、免許取って、うん、ほんで今両手離して拍手みたいなボケしようと思ったけど絶対あかんな。ダメっすね。あかんよな。はい、運転はしっかりする。俺の運転どう、元気？いや、嫌ですね。誰がいいの？いや、怖
怖いなこれ。何が？いやヒヤヒヤすんねんの。何がやねん。なんか目そらしたりするやろたまに。それ怖いねんけど。そらない。それやめてな。あかんや。いやカーナビに目線落とすぐらいや。じゃ集中しすぎやねんってカーナビに。え？前見えて大丈夫？釘付けや一回みたいな。大丈夫だ。しゅうぶくん俺の運転どう？イエス。いいです。今どう？大丈夫。はい。高速乗るまではどうやった？ブレーキがきつくて、は？そちらさんが乗ってる側だったら乗ってるタイプ。ブレーキきついのって言ってた。あ、荒川やって。おお。エルフの荒川。ほら。な？エルフの荒川やね。汚いですね川。そんな言うなもん。な、綺麗やろ。頑張ってんね。意外に綺麗や。あ、そうか。ちゃんとロケ終わったら帰りも俺が運転して帰ったのかな。いややなそれ。安心してくれよ。え、みんな免許持ってる？持ってますよ。あります。あ、運転しましょうか僕。いやいや、お前下手やろ。いや、俺うまいやろ。お前下手やろ。その歴が全く違うんですよ。じゃ安全運転やろ。でも俺マジで。まあまあまあ、そうですね。まあまあ、帰りはもっとそのカメラ回ってないからブンブン飛ばしていくで。いや、いややろって。なんで？ええやんけ。全然千葉解散でいいっすよ。そんなに？そんな信用ない。どうやって帰るの千葉まで。品川まで送るわ。マジですか。なんかでも旅行とか行きたいですね。行きたいな。ねえ。いやだから行こうや。いや行きましょうよ。普段は3本撮りやけど、はい、まあ、旅行行くときは6本撮っていいしな。あ、いいですね。え、1泊する？しましょうよ。しようか。まあ、しましょう。そんな大量撮れるか。そうですね。俺と元気だけでいい。あと誰かよ。まあ、永見さんとか。ああ、昔のメンバーな。はい。壁ボスター永見とスボンバーの2人と俺で、はい、旅行も1回行ったな。行きましたね。楽しかったな。36時間コースでまた。ほんまやな。めっちゃ遊んだな。はい。あの日遊びすぎてあの日以降連絡取ってないもん。いや、ほんまやで。ほんまのほんまやで。なんか遊ばんくなったよ。え、どんなきっかけなの？あの、まあ、旅行きっかけで。旅行きっかけで。お前らとはやることないっつってるの。めっちゃ楽しかったね。そうや、次の日難波帰って寿司食って終わったな。そうですね。しんどかったな、あの寿司。しんどかったっすね。そんな言うな。ケーキ焼けへんかったな。そうなんすよね。あんまないよな、焼けへんこと。待つよな。はい。もうすぐ嫌で。そうか。嬉しいんすかね、あれもらって。はい、嬉しいやろ、お前手作りやねんから。種？ケーキの種、ケーキの種や。なあ、客の家行くの初めてやな。ねえ。
丁寧か。丁寧やろ。俺マクドナルドでもちゃんとごちそうさまでしたって言うもん。マクドね。トレー返却するとき。誰に？おらんやろあの返却口に。僕の店員に。あざしゃーって店出るとき。あざしゃーって。やば。でも言うよ。いいけど。あ、これはブレーキの見せ所。左です。ため息そう。どう？ルームサイド目視。自転車から自転車。右方向です。これ右。右です。右かあれやん。これは右か？ですね。行ってまうで。はい。右です。このブレ、このブレーキ見て。はい、うわー出たー。おいやめろ。運転者やぞ。何がええねん。邪魔すな運転の。おい。何してんの。ふざけんな運転で。くな。やばくないと思う。え、これ行けんの？あ、行っていいかもしれないこれ。いや、ちょ壊ないこの幅。いや、行けますよ。あ、でももう無理です。行けた。行けました。開けとけよなここ。でも止まってる時にな。まあ、ボケが。これクラクション鳴らしていいんやっけ？ダメです。そうか、行けたんか今。行きましたね。俺こんな道初めてやねん。どういう意味これ？普通に信号ないねや。そういうことですね。で、じわじわ行かなあかんねやこれ。そうですね。でも止まってはくれへんよな。はい、どうぞ歩行者行ってよ。信号で前の車使えた時にスペース空けなあかんよな。でもさっきの車いやばい、いてなかったんだよね僕らがまだ。こわっ。あ、信号止まったっすね。信号止まった。そしてすか。早いけ。嫌な運転やな。おいおいおい、左。左来てるよ。左まだ来てます。左見て、右見て。来てる。お願い、ちょっと優しい人。左来てる。優しい人止まって。左来てる。いやおいおい、もうゲームや。来てる。こういうゲームあるで。はい、これできる？これおるよ。まだおる、まだおる。まだおる。これ行ったらいける。これ行ったら行こう。ちょっと待って待ってくれー。オッケー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 。太客どこ住んどんねん。何やねんこの街。うわー、オッケーオッケー、よかったよかった。あんな時間かかんねえな。確かに。あれもう着くぞ。え、あ、ほんまや。めっちゃ田舎やな。ですね。あ、まあ、この辺ってことですね。その先 100m で目的地周辺です。あ、公園あるやん。ちょっと公園行こうや。いいですね。はい、一時停止します。くぅない。くぅってない。気持ちよかったんか、ブレーキが。こいつ はい、ごめん、俺ピザプラネットで習ったから。こうやってトイストーリーのウッディとバズのゲーセン向かう車、ピザプラネット向かう車で、駐車場止めるで。 OK、 俺の初心者駐車見とけ。行ったるで。どこ止めてもいいのこれ。良さそうっすね。止め放題やん。どうしたのかな。おもろくバックで駐車しようか。そうっすね、バックで行きたいですね。いや、もう一撃で行くで。行ける？一撃で。
おわお、あー惜しい、結構でも悪くないですね。悪ないよ、うん、一回ちょっと切り返すわ。 OK です。さすがに、あーちょっとミスった、あーミスったミスった、だいぶ行くな、ちょちょ行き過ぎた、だいぶ行くやん、どこ行くねん。どこ行くねん、はい、うまいこと駐車しようとしよんねん。あー OK OK、 あ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、危ない、どうだ、おい、オッケー、オッケー、ちょ文句多いぞお前。いやだいぶ強かったよブレーキ。何が、何がって、はいこんにちは、素敵な街やね、到着しまして、ちょっとお家お邪魔する前に、さすがにあのケーキだけやったらな、うん、なんか水の爆弾みたいだったもんな、あれ水溶液のさ、なんか化学物質の爆弾みたいな、そうですね、お花屋さんで、あ、いいですね、はい、ちょっと行ってくるわ、はい、買いました、あ、いいですね、少し遅い母の日ということで、あ、素敵ですね、ピンクのカーネーション、一輪だけ、これとケーキと、まあ寿司も買うか、あ、寿司、あ、いいですね、寿司買いましょう、わー、うまそう、ご自由にお持ちください、はい、いらっしゃいませ、中にお越しくださいませ、椿をもらいましょう、じゃあこれ一つください、 ありがとうございますいいですね、あれここのなんか商店街ではないけど、あ、確かになんかあるかもな、なんか通りが、現在とかちらほらお店があるんですね、果物屋、八百屋、いいですね、いいっすね、喫茶店もあるわ、洋服屋もあるし、先生、どうしたんですか、いや、来ちゃいました、こんな信じられない、いやいや、本当いいんですか、お寿司ですか、いや、お寿司いいんですか、じゃあ、あ、第二の母に、はい、みんな言いましたね、そうなんだ、え、嘘じゃないんですか、いいです、これさ、これ、僕の YouTube なんですけど、大丈夫です、あ、本当ですか、太ってますか、ここがなんですか、すごいよ、え、この辺の方ですか、うん、どんな街ですか、私、生まれ育ったのがここなんですよ、わあ、すごい、それで、あ、北海道なんですけどね、出身は北海道で、ずっと育って、幼稚園、小学校、高校まで行って、はい、で、その後結婚して、過ごして、去年もやっぱり、実家がね、うん、この高い上の方が5丁目なんだよ、そうなんですね、うん、なんかさっきまで歌舞伎町とかいたんだけど、全然柔らかいっすね、すごい嬉しいです、あ、商店街が、うん、すごかったんですよ、遊園地だったとか、え、遊園地あったんですか、すごい有名な遊園地、そう、このずっとスケ、今ね、バラ園になってるんですよ、あ、なるほど、見てもらえん、綺麗だけど、なんかね、巨人発祥の地みたいな、なんかあります、おかしいんかな、俺のあれあれもうバラ園ここにあるじゃないですか、何もうバラ園あっちよ、あっち、いやいや、ここにもうバラ園いや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 、え、もしかして私ってかわいいかわいい、え、55のおばちゃんもそんな、え、見えないっすね、そうなんですよ、もう、ちっちゃいもおばちゃんが5人いる、何もやってないんですよ、いや今骨折して、ちょっと治って、本当ですか、少し歩き出した、え、どっちの足ですか、触んな、あんま、あんま触んないもん、そうだから、ね、よく見せてウエイトが、そうですか、
大丈夫ですか足もう治ってまだリハビリしてるこっちの足は触んなってあんまりだってば、はい、これ絶対わかると思うよみんな見たらわかりますよねいやまあ分かるんじゃないですこんにちはえ髪切っちゃったんですか切りました長かったテレビで見るのと違うねやっぱり本当ですかうん顔やかっこ見せるんやテレビの僕の印象どうですかテレビの僕の印象変わんないの変わんないっていうか良さそうなあら、結構嫌いあらどこの猫かねお店の猫へぇーお前お兄さん、ありがとうございましたうん、頑張っていい街ですねはい、ありがとうございますこういうロケでさうはい最初に出会う人で、なんか街の駅わかるそうですねええ街とかいや、本当にいいですね、やっぱ左やって骨折してるそうですかあんま触らんなよ知らん女性の足とか別に別にセクシャルな感じから痛みじゃなくて痛みじゃなくてあセクシャルな方、はい、そっちでそれは悪かった男にやる僕やったからそうですねもう夏やなねえ革ジャン着られへんなもう暑いわそうかえファッションには目覚めたんですか完全に目覚めたなあそうなん、うん、なんか全然大阪時代とか興味ない感じでしたよねまた興味なかったなダサ王ダサ王ダサ王あダサ王、うん、いやもう革ジャンも着るしはい、ジャージも着るしあおしゃれジャージはいあいいですねアロハシャツも着るしおお同志社も着るし着る着るほんで全員にタコいじられされてんな毎日一回ついてるさダサいっていう印象は無理やな、もう無理なんや一生なんやあれって一緒やったねあそう気ぃつけた衝動が大事公園寄ろうや一回いいですねえ、同志社仕事やっぱないんすかやっぱないなうん貸すやな、こう最悪え結構届いてるんですかね、その同志社いじりというかどうなんやろなねえ、アンチみたいなしてるとこうわ、すごいな公園や、ええやなんか今、大男今釣りましたね今なあ、大男横切ったぞちょっとベンチ座っていい？はい。いやいいね。のんびりですねかなり。かなりのんびり。ね。これがやりたかったんよ。そうか。いやだから、うん、はるばる来たわけやからな。そうですよね。千葉まで。うん、ああ。喜んでくれたやなケーキ。炊飯器使っていいよな、多分いいと思いますよ、なあはいだってまあでも夕飯時にな、うん、までにその作りきらんとさそうですよね仕上げたいですねちょっとあれになってくるなうん食ってる都会にあげるやつやろそれ。いやどうぞ。手土産で寿司持っていくって言ってたやんさっき。持っていくやんだから。食うなよじゃあ。でもコロナも落ち着いてきたからええやん。じゃあそういう問題じゃなくてその食いかけ嫌やろ。ないやろあんま手土産で食いさして。えでもちゃんと。ネタ選んでるから俺まだトロとウニとタイしか食ってんええやつばっかや何言ってんねん高いもんから納豆とかいけ納豆でネギ取ろかそれネギ取ろとかいけやせめて行くなってそれだからちょ食うなやおい食うなって
まいわ、こうなって言ってほしかったな、都会にも壊したれや、だから待っとんね、楽しみに今どれ好きやと思う、都会、この中であ、この中で、うん、いやまあイカとか好きなんじゃないですか、はい、食わしたれってだから好きやねんとはいイカなんで食うのそこに寿司があるからかっこよくないよえ何してんねん何してんねんいや味見や渡していいもんかってこと。これ渡して大丈夫。大丈夫。ちょっとあれだけ乗りに行こう。どう。何ももう。はい。何ももう。いやなんか思うやろ。あるなこういうのとか。一応ブリッジ取っとくかここでもああいいと思いますよ公園あるたびに取ってもいいよなはいはいこんにちはめっちゃいいやいいですねよしじゃあ今日はここまではいいよいよ明後日次回後輩の家行きますありがとうございました。